皆さん、こんにちは。今回はレペゼンフォックスの元メンバーの DJ マルさんの最新情報をお伝えします。現在はソロで活動している DJ マルさんですが、2024年9月28日に東京都渋谷区内のマンション一室で知人女性を暴行し、軽傷を負わせたとして暴行容疑で逮捕されていました。 DJ マルさんが逮捕された件については、暴露系 YouTuber これこれさん、暴露系インフルエンサーのエンターテイナー織原さんも情報を発信しており、被害者は DJ マルさんと交際中の少年院出身のアイドルで、アイドルグループファム・ファタールや悪魔のキスのメンバー戦慄かなのさんとのことです。戦慄かなのさんは28日に暴行を受けた後にインスタグラムを更新し、本当に彼氏と別れたいのに別れられません、別れ話をすると顔が腫れるまで殴ったり蹴られたりします、助けてくださいなどと綴り、暴行を受けた後の自撮り写真を公開していました。その後、これこれさんが戦慄かなのさんに話を聞いたところ、 DJ マルさんは酒癖が悪く、酒に酔った状態で過去にも複数回殴られたことがあり、周囲の説得を受けて警察に被害届を提出したとのことです。しかし戦慄かなのさん曰く、 DJ マルさんが暴力を振るうのは飲酒時のみで、普段は特にトラブルはないことから29日に被害届を取り下げたとのことでした。被害届の取り下げが事実であれば、 DJ マルさんは近く釈放されるとみられますが、この事件に対してネット上では、これがレペゼンの末路か、 DV も予想通り、見た目通りすぎる、スーツ着て謝罪動画あげるんかな、思ったより早くやっちまったな、レペゼンでしか生きていけない人間だったんだな、見かねた周りの人たちが被害届を出させても、被害者がそれを取り下げてる面から見て重度の強依存で、どちらにもカウンセリングが必要だと思うなどの声が上がっています。戦慄かなのさんは8月にインスタグラムで、マジで彼氏いらない、毎日さよなら言ってるのにつきまとってくる男なんなのなどと綴り、 DJ マルさんとの関係が悪化し、破局を匂わせていたものの、9月に入ってペアタトゥーを披露して交際を継続を匂わせていました。それから1ヶ月も経たないうちに再びトラブルが発生し、 DJ マルさんは酒を飲むと暴力を振るう酒乱とのことで、今回の事件が起きたのだと思われます。このことに対して DJ マルさんは直筆の書面を X に添付しました。応援してくださるファンの皆様、関係者の皆様へ、この度は私の軽率な行動により皆様にご迷惑とご心配をおかけしましたことを心よりお詫び申し上げます。一連のニュースで報じられている通り、9月28日に暴行容疑で逮捕され、本日釈放されました。自らの軽率な行動により被害を与えてしまったお相手の女性に対して何よりも申し訳なく思っておりますと経緯を報告しました。そして今後はこのようなことが二度と起こらないよう、自分自身を見つめ直し、責任を持った行動を徹底していく所存です。改めまして、関係者の皆様、そして日頃より応援をしてくださっているファンの皆様に多大なご迷惑とご心配をおかけしましたことを心よりお詫び申し上げますと書かれていました。 DJ マルさんは今回の事件以前から DV を行っていたそうですが、精神的な病気が影響していたという方が多いようですが、実際のところどうなのでしょうか。ですが DJ マルさんが精神的な病気だったという情報は見つかっていません。しかし2023年には肺に2リットル以上の水がたまる結核だったことを発表しました。その後は適切な処置で治ったそうなので、今回の DV とは関係ないようです。先述した通り、 DJ マルさんは酒癖が悪いことで有名でした。 DJ マルさんがこれまでに起こした酒癖が悪いエピソードをご紹介します。 DJ マルさんの酒癖悪いと言われるエピソード1つ目は女性に暴言です。レペゼンフォックスメンバーの DJ ホイさんが自身の配信で、丸は酒癖が悪い、丸はマジで酒癖が悪い、どれくらい悪いかというと、
新規で入ってきた女に一言目で、お前歯が汚いけん帰っていいよっていうくらいと話していました。フォイさんは、お前何言いようとえぐいお前の言いようことと注意したそうですが、配信ではそういうのが100万回くらいあると言っており、 DJ マルさんが酒癖が悪いのはいつものことだったようです。 DJ フォイさんとワキさんの酒癖もそんなに悪くないようですが、 DJ ギンタさんが一番酒癖が悪くないと言っていました。 DJ マルさんの酒癖悪いと言われるエピソード2つ目は、飲み会に乱入したことです。 DJ フォイさんは知り合いから、お前のとこに赤髪の小さいやつを飲み会に突然現れてさ、マジであいつ失礼くてからと、 DJ マルさんが酔っ払った時に飲み会に乱入してきたと連絡が来ていたそうです。 DJ フォイさんは連絡の来た知り合いがかなり怒っていたため、 DJ マルさんのことについて謝罪したようです。DJ マルさんの酒癖悪いと言われるエピソード3つ目は、海外でも悪いことです。 DJ マルさんはインドネシアにいた時に、インドネシアの人に殴りかかるふりをした後握手をするということをみんなにやっていたそうです。このことについては詳しい内容はありませんが、海外でも同様に酒癖は悪いようです。 DJ マルさんの酒癖悪いと言われるエピソード4つ目は、仲間に暴言ということです。DJ マルさんは飲み仲間に対し、黙れブサイク、息くせえんだよ、死ねと暴言を吐いたと言われています。 DJ マルさんの酒癖悪いと言われるエピソード5つ目は、フジ君に酒強要したことです。 DJ マルさんは一緒に飲んでいたフジ君がもう飲めないと感じてお酒を捨てたところを目撃し、俺は飲みの場では結構高の目なんすよ、フジが酒捨てたと言って、フジ君に再度たくさん飲むように促していました。フジ君が気持ち悪くて吐いてしまうと、フジ君吐いたんすか、じゃあもっと飲めるやんと酷な発言をしていました。動画ではその後、 DJ マルさんがフジ君らとクラブにいる女性をナンパして一緒に飲む姿も見られました。 DJ マルさんの酒癖悪いと言われるエピソード6つ目は、レコーディングすっぽかしです。 DJ マルさんはレコーディング前日に飲みすぎたようで二日酔い状態になっていたようです。レコーディング当日に DJ フォイさんが連絡するも、 DJ マルさんと連絡が取れず、すっぽかす形となってしまったようです。ただレコーディングをすっぽかしたことを問い詰めても、誕生日でみんなに飲まされたからしょうがないと DJ マルさんが悪びれる様子はなかったようです。 DJ マルさんは DJ 社長とインスタライブしている際に、お酒がなかったらやばいことはしないから、すべてお酒が悪いと言っていました。このように数多くの酒癖が悪いエピソードがメンバーの発言や動画などで公になっています。 DJ マルさんは戦慄家なのさんに対しての DV で逮捕されましたが、 DV だけではなく他の女性と浮気していたという話もあります。 DJ マルさんは戦慄家なのさんと交際中に3人組女性 YouTuber グループヘラヘラ三重士のサオリンさんとラブホテルに行ったという疑惑が SNS で話題になりました。ですが DJ マルさんは初めて知ったとし、サオリンさんもプライベートで2人で会ったことは一度もないと疑惑を否定しました。その発端は5月、那須川天心選手の試合観戦後に DJ 社長、DJ マルさん、アリシャン、サオリンさんの4人で食事をし、最終的に DJ 社長&アリシャン、DJ マルさん&サオリンさんで別れたことだそうです。 TikTok でアップされている切り抜きでは、 DJ 社長が DJ マルとサオリンはできているに対し、マルとサオリンは夜の街に消えてったよとアリシャンと盛り上げている様子も収められており、サオリンさんは火種をまいたのは DJ 社長とアリシャンだと笑い交じりに突っ込んでいました。一方、その後質問コーナーでは、アリシャンからお互いありかなしかという質問され、戦慄カナノさんと交際しているのにもかかわらず、これに DJ マルさんは即答でありだねと回答しました。サオリンさんはなしでしょとしつつ、中町 JP さん、ジュキヤさん、
カノックスター脇さんを、 DJ マルさんの5人の中からの選択では、マルと答え、性格が良いからと DJ マルさんの性格の良さを絶賛しました。 DJ マルさんがサオリンさんと浮気したことは定かではありませんが、浮気したと広がりつつありました。今回の事件が多くの注目を浴びたので、浮気に関する話もこれから取り沙汰されるのかもしれませんね。注目しておきましょう。最後まで動画をご視聴していただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。